76.5。腰回しただけでマイナス5センチ。定期的に腰って回してますか？実は腰回りが硬くなると体幹部が弱ってしまうゆえに筋肉も硬くなって足も痩せない、お腹もへこまない姿勢になるんです。反り腰や猫背、ストレートネックといった姿勢の崩れがどんどん悪化してしまうんです。日常的にやらないストレッチ、やらない動きというのが今の体を根本から変える方法になります。正座した状態で腰を丸めていきましょう。お腹を引っ込めながら力を抜く感じです。グッと、しっかりこの腰の部分をね丸める感じです。上半身だけではなく腰から力を抜くだけです。少しずつバージョンアップしていきます。 OK です。今度は胸を張ったまま同じように腰を丸めます。今のは全体的に力を抜きましたが、胸を張ったまま胴体部分だけ丸める感じです。うまくできてるかわからなくても、筋肉が硬かったら動かないこともありますので、まずはね、真似してやっていくことで改善していきます。OK です。今度は膝立ちです。このまま腰を丸める感じです。スマホ見ながらでもいいです。硬かったら全然ね、腰の筋肉動かないので、まずはねちょっと引っ張るっていうイメージだけでもいいです。後半はね回していきますので、少しずつね動いてくるようになります。まず真似してください。 OK。 今度は膝を開きましょう。このまま腰を大きく左右に回します。ちょっと難しいかもしれないけど、体を大きく使ってね動かしてみましょう。腰振るのって結構難しいですよね。これもね、上手くなってくると筋肉がちゃんと動かせてるってことなんで、難しい人ほどね筋肉が動いてないってことです。で今度は片足前に出して腰を右左回します。片方で骨盤を立ててるんで、こういう骨盤の状態でね腰を振ってます。しっかりぐるぐる回しながら右左回してみましょう。いろんな骨盤の角度でね腰を回したり動かしたりするとしっかり筋肉がね伸びて使えてくるんで、できればお腹を引っ込めながら。 OK。 次は反対足です。あんまりこういうことしませんよね。これぐらい大事なんですよ。こんな骨盤がね斜めの状態で腰って振りませんよね。左回す感じです。こうやって見ながらやってもねいいです。お尻前出すとき前ももってちょっと痛いと思うんですけど、前ももねストレッチができますので。あー、動き方が分からなかった。 OK。 今度は足を斜め前、これで動かします。回しましょう。今度は内ももも、ね、一緒にストレッチできたり、股関節を開くことでお尻とかね足のラインがね変わってきますので、こうしてやらないことをねやることで体が変わりますんで、
で斜め前に上げて動かしましょう。こっちむずいな、難しい方があるよっていう人は左右の腰の筋肉どっちか硬い証拠なので、しっかり両方ね同じように動かすとリセットされていきますので、私はたまに右の腰が痛いんで右が痛い、これが動かしにくい、腰は全然わかんない。 OK、 はい、今度はもう一回正座です。このままお尻を前に出して戻る、骨盤を起こす感じです。立つときに骨盤立てると前ももがね引っ張られるよっていう人はね結構反り腰の状態があるので、しっかりねお尻を前に出して腸腰筋をしっかりねストレッチしましょう。足痩せにもいいです。 OK、 で今度は足を前に出して座って出す、ちょっとねお尻ともものねエクササイズにもなってるんでちょっとつらいかもしれないけど、手ついてね起きてもいいです。グッと前に出して曲げてる足のこっちの股関節前に出す感じです。OK、 反対にしてこのメニューはね一番きついかもしれないです。これ乗り越えたらね楽ですから。後ろ足はね、つま先立ちになってます。後ろ足が結構辛いですよね。ただこれはスクワットと違って体重があんまりかかってないんで、なぜ辛いかっていうとストレッチされていたい感じです。 OK、 今度は座りましょう。後ろに手をついて腰をね、左右に振りましょう。お尻をね、右左って床につける感じで、足はあまりね、動かないようにお尻だけ動かす感じ、体幹部を安定させて左右に体を振ります。だいぶね、お腹のへこんだ姿勢ができてきてます。 OK、 今度は座ったままで体をぐりぐり回します。右左、これでね胴体部分、お尻、腰のストレッチができてます。はい、じゃあ最後立ちましょう。立って腰を右左回します。まあ右左回してみるとあんまり差がね、動かす硬さに差がなくなってきてると思います。これでだいぶねリセットされてるってことです。大きく回してます。 OK、 次はあんまり大きくならないの、小さくね腰の部分だけ、できるだけ小さく右左回してみましょう。ボールに
これで体幹部を安定させたままで動かして、これが上手になると体のラインは抜群に良くなる。 OK。 体が硬い朝、もしくは体が柔らかいお風呂上がりや夜、2回行うとめちゃくちゃ効果的です。やってみた方はグッドボタンとコメントで教えてください。